ベルベラはソマリア北部の港町。人口は約20万人。アデン湾に面しており海上交通の要衝である。海のないエチオピアの輸出港であり、またソマリーランドのメインの貿易港である。現在はソマリランド共和国が実行支配し、2008年5月15日までサークシル州の州と、それ以降はサヒル州の州とである。 大型船の港湾施設として1969年に整備され、現在もソマリランドの商用港湾として重要。ベルベラは一世紀にギリシャの商人が書いたエルトゥーラーカイアン内機にマラオとして登場する。そこにはアバリテスの次に位置する商業都市であり、800スタディアの距離にある。停泊地は開放されているが、東は火災おけで保護されている。住民は 有効的である。ここが輸入している品は他と大差なく、アルシノエ産の様々なチュニック、街灯、染料、食器、銅箔鉄、金、銀の効果などである。輸出している品は、もつ薬、乳香、シナモン、インドの樹脂、メイスなどで、それらの産地はアラビアである。奴隷も輸出されるが量は少ないと解説されている。 9世紀の塔の学者男性式は863年の著作、有用雑誌その中で、ベルベラをバチバチ力国として紹介し、奴隷、増下、流与垂れ行の貿易が行われていると解説されている。ベルベラは13世紀のアラブの地理学者も記述している。16世紀の初め、ポルトガルのインド総督、アホンソで、アルブケルケは、アデワンを支配するなら、ベルベラやゼーラよりも、 断然アデンが良いと述べている。しかしアルブケロケのアデンへの攻撃は1513年に失敗に終わっている。1518年にはポルトガルの帝徳アントニオ・デ・サルダーニャーがこの地を支配している。なお、昔のベルベラについてアントニオ・デ・サルダーニャーのエピソードを除き、18世紀以前のベルベラについてほとんど何もわかっていないという研究家もいる。1546年。 オスマン帝国はベルベラを含めた今日のソマリアの北西部にあたる部分を占拠した。その際にはゼーラがこの地区の行政中心地とされた。それから17世紀までベルベラは10月から4月までの公易所として有名になり、アフリカ東部海岸で最も重要な商業都市の一つとなった。ソマリ族の大子族の一つイサックがハラール、ハウドなどから集まり、また、 インドの売社もポルバンダル、マンガロール、ムンバイから集まった。この取引はヨーロッパの干渉を防ぐためヨーロッパ人に秘密裏に行われたとも言われる。ベルベラから出発する探検隊イギリスの探検家、リチャード・フランシス・バートンはベルベラに二度寄港した。二度目の訪問時の最中である1855年4月19日、バートンらの宿営地を数百のソマリ兵が襲い、バートン自身は アデンに逃れたものの、仲間が1名死亡している。それでもバートンはこの都市の重要性を認識しており、ベルベラは公海沿岸で東アフリカ公駅に最も重要な場所であり、スエズからクワルダフェ岬の間で唯一安全な場所である。郊外には農業可能な土地もあり、他は松などの木で覆われている。気候は比較的過ごしやすく、気候はモンスーンの気配がある。 そのため、この港は多くの外国勢力が狙ってきた。今はイギリスが活動するチャンスであり、この機会を逃せば別の国もこの地を見逃しはしないだろうと語っている。この意見に先見の民があったことは遠からず証明された。1875年、エジプトによりオスマン帝国側勢力による統治が再確立した。しかし、エジプトはスーダンで起こったマフディ戦争に、 注力するため、1884年に中流軍を引き上げている。代わりに、イギリス軍が駐留し、1940年にイタリアに一時占領されるまで、イギリス領ソマリランドの主要港、陶器の行政中心地となった。1980年8月、ベルベラの軍事施設利用を条件に、 アメリカからソマリアに5300万ドルの経済援助、4000万ドルの軍事援助をする合意がなされている。1991年のソマリア内戦では、ベルベラで有力氏族のイサックと、その他の氏族との間で対立が起こり、その解決の動きがソマリランド建国のきっかけの一つとなっている。ベルベラは、アデン湾南岸では、唯一の防風酒設備がある港湾である。2000年、 の人口は約10万人である。気候は非常に乾燥しており暑い。雨季もある。町の郊外は砂漠か半砂漠であり、夏の気温は摂氏50度にも上る。そのため、多くの住民は夏季にはもっと内陸の都市に住む。ベルベラ港に停泊する船ベルベラは、ハルゲーサ、ブラウト主要道路で直結している。空港もある。ベルベラから輸出されるのは、羊、アラビアガム、乳港。 持つ役である。取引先は2 4 0キロメートル先の対岸にあるイエメンのアデンである。ベルベラにはソマリア内戦前にソビエト連邦が作った軍港があり、後にアメリカ軍が使用した。現在は商業港となっている。1993年のエリトリア分離独立以降、ベルベラはエリトリアに代わるエチオピアの貿易港として発展し、ソマリランドの 主な外貨収入源となった。1970年代中頃にソビエト連邦が作った空港は滑走路が長く、1980年代にはアメリカの NASA がスペースシャトル用の緊急着陸空港に指定している。ベルベラにはオスマン帝国時代に作られたオスマン建築の建造物が数多く残っている。ただしこれらは遺跡であり、人が入ることも少ない。 ベルベラはバーレ大統領の時代にソマリア軍に爆撃されたが、これらの遺跡は残った。ありがとうございます。